皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の最年少メンバーであるジョングクが、再び世界の音楽業界でその支配力を証明しています。2024年11月15日、音楽プラットフォームメロンは、年間で最も影響力のあるミュージシャンに贈られる権威ある賞、トップ10アーティストボンさんの受賞者を発表しました。 その中には音楽界への卓越した貢献が評価されたジョングクも含まれていました。トップ10アーティストボンさんは1年間を通じてメロンチャートで成功を収めた10人のアーティストに授与される賞です。これらのアーティストは最新の音楽トレンドを牽引し、その作品を通じて大きな影響を与えたと考えられています。この賞の評価は メロンチャートでのパフォーマンスに基づく80%の音楽スコアとファン投票による20%の評価が組み合わされています。この投票プロセスは2024年10月31日から11月14日まで行われ世界中の音楽ファンが熱心に参加しました。ジョングクはソロアルバムゴールデンの成功によりこの賞を受賞しました。このアルバムの楽曲は BTS のファン層であるアーミーのみならず、広く国際的な認知を得ています。さらに、ゴールデンは、アルバムオブザイヤー、部門にもノミネートされており、この名誉ある賞は追加の投票によって決定されます。このノミネートはジョングクが現在最も影響力のあるミュージシャンの一人であることを再確認させるものです。2024年のメロンミュージックアワーズ、 MMA のメインイベントはまもなく開催され、この場でトップ10アーティストボンさんが正式に授与される予定です。さらにメロンはアーティストオブザイヤーやアルバムオブザイヤーといった主要部門の受賞者も発表します。アルバムオブザイヤー部門にはメロンチャートでのパフォーマンスに基づいて10のアルバムが候補として選ばれており、ジョングクのゴールデンも含まれています。 ファンは今日からこの部門の勝者を決めるための投票に参加できます。2024年のメロンミュージックアワーズでのジョングクの成功は彼のソロキャリアにおける数々の業績の一つです。この成果は彼の才能と努力を示すだけでなく、世界中のファンからの素晴らしいサポートを反映しています。この功績により、 ジョングクは揺るぎないグローバル音楽アイコンとしての地位をさらに確固たるものにし続けています。2024年のメロンミュージックアワーズは、トップアーティストによるパフォーマンスや、他の名誉ある賞の発表が期待されており、待望の受賞式となることでしょう。特に BTS ファン、そしてジョングクのサポーターたちは、この特別な瞬間を心待ちにしており、 彼らのお気に入りのスターがふさわしい栄誉を受ける姿を楽しみにしています。ジョングクは今後も新たな記録を打ち立て、音楽業界に歴史を刻み続けることでしょう。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。